今朝の鳥取市は晴れ間が広がりましたが、昨日よりも一段と冷え込み、足早に職場や学校などへ向かう人たちの姿が見られました。部屋から冷えてて寒いなと見たら霜が降りて思ってる以上に寒さっていうのは感じますね。今日の最低気温は鳥取県日南町の茶屋で氷点下 7.5 度、鳥取市で氷点下 1.5 度、島根県邑南町の瑞穂で氷点下 6.5 度、松江市で氷点下 2.7 度など、ほとんどの観測地点で氷点下となり、鳥取県で6カ所、島根県で13カ所で今季一番の寒さを記録しました。昼からは気温が上がり、寒さが和らぐ見込みです。